サメ駅は、青森県八戸市、大浅サメ町浅比、双子石にある、東日本旅客鉄道八戸線の駅である。国の天然記念物である株島への最寄り駅、青森県最東端の友人駅でもある。古選橋からホームを見る、単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、計二面三線のホームを有する地上駅になっている。互いのホームは、 湖泉橋で連絡している。当駅は、八戸市街地の橋となっており、八戸駅からの列車の多くが当駅で折り返す。八戸駅管理の業務委託駅。単式ホームに接する駅舎には、緑の窓口、自動券売機1台がある。駅スタンプが設置されている。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は220人で、ある。 2000年度以降の推移は以下の通りである。駅開業50周年記念、8620系、道林駅前には駅名にあやかって、サメのモニュメントが設置されている。また駅前にある道林は、サメ駅開業50周年を記念して1974年11月10日、建立されたもので、実際蜂の平線を走っていた8620系、蒸気機関車のものである。 ありがとうございます。